一本のアニメ作品の巨大なイベント、そのクライマックスを万感の思いで見つめる男がいる。アニメ邪神ちゃんドロップキック、宣伝プロデューサー柳瀬和樹。男は至る所に姿を見せていた。ある時はファンイベントの MC を務め、ある時はその舞台裏で進行を司る。日々その様子を SNS に上げ、時には物販の会場整理にも当たる。そしてもちろん制作現場の最前線にも。これは短命に終わるはずだったアニメシリーズがいかにして生き残ったのか、制作者とそれを愛する者たちの愛と情熱、絆と連帯の物語である。5年前に放送が始まったアニメ邪神ちゃんドロップキック、それは大手メジャー資本の媒体力と宣伝力を伴わない、いわば一種のインディペンデント作品だった。それがなぜ今もなお人の心を打つのか、時計の針を11年前に戻してみよう。コミックの連載前、原作者から届いた1枚のイメージボードに、担当編集者の石川は当枠を隠しきれなかった。お、人間じゃないって思って、しかも上半身が裸の女の子で下半身はヘビっていうので、まあ、なんというかなかなかやっぱ人を選びそうな側面もあるなと思ったんですけれども、そのヘビの女の子がドロップキックしてたら面白いでしょっていうようなところが、まあ、その次に入ってきた情報でした。で、お、全然意味がわからないって思って魔界から召喚された悪魔の主人公が人間界で女子大生と奇妙な共同生活を送る。壮絶な暴力と闘争の果てに常に和解があるという不思議なコメディだった。キャラクターどの子も出てくるのが可愛いなと。やっぱりアニメ化する時っていうのはキャラクターがね、魅力的じゃないと絶対今うまくいかないですし、正直言うとこれはただ王道を行って、ヒットになるタイプのものではないなと。手探りでアニメの放送が始まった。ほらやだ天使、ちゃんとわかるよ。こら邪神ちゃん、どうしてそういう意地悪するの。まったく子供なんだから。ろくなもんじゃねえ。もうゲスもここはまで極めれば可愛いもうゲスくても好きみたいな。とことんもゲスの時とことんゲスなのに、やっぱちょっと友達思いな一面だったりとか、そのギャップがすごい愛される要素の一つなのかなとも思いますね。はい、許してくれメデューサ、ギリ穴が開いちまう。邪神ちゃんを見ると、あ、やっぱり邪神ちゃんは
私がいないとはダメなんだなって思っちゃうんですよね。メデューサにもらった金で捕獲してきましたの、あげますの。ありがとう、写真ちゃん。うわ、くっつくな、調子に乗るな。ですの、お前に恩を売っておけば私の得だからやったことですの。それ以上でも以下でもありませんの。はい、それでも嬉しい。だからくっつくな。そう見るとワンクールで終わるだろうなと思ってました。その作るためのお金を出資してくれさる皆さんが少なくとも赤字で終わるんではなくて、あの利益が出てないと2期目には入れないわけなんで、これはまあちょっとした打ち上げ花火で終わるかもしれないなっていう思いはあったんで、1期赤字だったから2期なんてできるはずがないんですよね。でも止まるわけにはいかなかった。でその時に考えたのが、まあ、委員会の中でも言われてたんですけど、だってパッケージ2000枚も売れてないのに2期やるなんてありえないじゃないっていうことを言われていたので、じゃあ2000枚売ったら2期やれるんですかってところをちょっとまあこう逆手に考えてですね、じゃあみんなで2000枚買ってもらおうじゃないかということで始めたのが2000枚売れたら2期ですのキャンペーンですね。あれとんでもない人なんですよね、あの人。あのビデオが2000本だけ売れたなんてのははっきり言って何の合格点にもないわけで、結構これやらざるを得ない状況に追い込まれちゃってますよねっていう話はしましてね、あこれはもう行くしかないですよねって言って2000本実際達成してしまってるということもあってですね、あのそれでまあ2期にやや暴力的に突入するっていうあの感じだったんですね。邪神ちゃんドロップキック一生続けていくから4日かってもらっていいよとか、邪神ちゃんドロップキック一生続けていくからここがみんなの居場所になればいいよっていうことを、考えて作っているのが、まあ、今のこの作品の、まあ、に一番根元にある考え方なんですよね。9割の作品が続編もなく消えていく厳しい時代、柳瀬はファンを邪教徒と名付け深くリスペクトした。邪教徒っていうのはどういう存在なんですか？もう家族です。私にとってはもう家族だと思ってます。で、あと柳瀬さんのプロデュースが結構頑張ってるのみんな多分理解してると思うんで、作品って多分プロデューサーさん次第で随分イメージが変わると思うんで、自分たちも一緒に盛り上がっていこうっていう感じにはなりますよね。なんだかんだやっぱり、ね、物事組織で動くときってフットワークがどうしても重くなっちゃうところあるんですけど、まあ、柳瀬さんとか邪神ちゃんのスタッフの皆さんはすごくフットワークが軽くて、そこはまあ社会人としてなんか尊敬できるなと思います。もうなんか我々にとってのなんか太陽というか道を照らしてくれるような、この人についていけば大丈夫だなってみんな柳瀬さん、柳瀬さん、いやいやいや、もうね、皆さんの気持ちを集めて作品作りにつなげていこうと思っています。でも私が切り開いたところ後ろからこうグイグイ押してくれるのは皆さんなので、まあ、そういった意味でも一心同体一蓮托生ですね。全員邪教徒ですね。もう邪教徒っていう言葉自体がもうスタッフもあの作者もあるいは和風のとかの邪神社に関わる人たちみんなにとってもうあり方としてこれは制作陣にも言えることで、柳瀬さんとかもその邪神ちゃん愛を語らせると長いと思うんですけれども、みんなやっぱり邪神ちゃん愛を語らせるともうただのオタクになるので、ちょっとそういう側面がまあ団結力というか、まあ、信仰心が問われてるのかもしれないですね。紐だのパチンカスだのドロップキック指令だの、おーま見たか、めちゃくちゃしたわ。悪魔のクズで何が悪い、パチンコ人生だろ。しかも言うに答えてみに決まったんだ。人間
許せって。服なんか着ちゃってさ。服は弱いやつが着るもの、強いやつは着ないんですの、私のようにな。あんたどんだけ飲んだの。お酒くさ。ごめん。昨日はたまたま行ったバーにいたおっさんと飲み比べをしたんだよ。お前勉強なんてしてんですの、だっせ。写真ちゃんがラーメン食べちゃってる。おい、それ私たちの昼飯だぞ。で、悪い悪い。まあ普通は一気がダメでも二気でなんとか取り返すって感じですけど、二気でもまだ取り返しきれなかったんですよ。自分たちがどこに向かっていくのか分かんないけど、とりあえず前に進もうよと、そういう情熱をとにかく信じて、じゃあもうちょっと我慢して2期の次は3期やっていく中で、なんとか黒字化がのできるところまで頑張ろうと。しかしこの後、前代未聞の危機が作品に襲いかかる。2023年初夏、新作の制作準備が始まった。今回はこれまでとは異なる新たなプロダクションが制作を担当。意味としてはそのやれやれっていうような演技のところで、なんか肩すくめたりとか首振ったりとかっていうところがいい。そこ監督の宮城はキャラクターの動きを実際に自分で演じてみて、作画スタッフに指示を出していた。肩の動きぐらいで首はなくてもいいか。手、多分74肩の頭、手入って、入って地面についたと同時にこのまま下げて、で下げるときに同時にあなた。これ下げたときに足の方の指の尻尾もバサンってつくぐらいで、まあ、手こうなってるけど、スタートもなんかお願いポーズからそれでお願いポーズからやった、はい、やっぱ元のファンからすると作る会社が変わった、作る人が変わったから、うん、なんかちょっと内容が、うん、オーストと違うとかっていうのが、うんうんうん、あんまり言われないようにしたいなっていう。だってその僕らがファミレスとかご飯食べ行って、うん、メニューにあるものを注文して、うん、全然違うものが、うん、全然すごい遅れて全然違うものができたら意味わかんないじゃないですか。あくまでもちゃんとお金を払ってもらって、うん、この期間でこれが食べたいって言われたら、うん、それを作んなければいけないので、うん、ファンの方々の、 愛とすごく期待が大きい作品だというふうに感じております。なのでその点においてはやはりそのファンの期待を裏切らないようなものにしなくてはいけないというちょっとプレッシャーはあるんですけれども、お茶しんちゃんがパチンコを打てない禁断症状が出てきましたの、神保町のパチ屋があんなことになったばっかりにってちょっと嘆いているシーンなんですね。で嘆いているのでこう涙を流しつつで、ここで、まあ、メデューサがこう写真ちゃんのことをこう横目で見ているんですけれども、ここはですね特に絵コンテでメデューサの演技については指示がされていないんですね。なのでそこのところは私の方でちょっと自由に演技足しっていうものをさせていただいているっていう感じですね。やっぱりこう写真ちゃんが、まあ、ある意味こう表現の幅として自由度が効くっていうところがすごく、まあ、挑戦しがいがあるなというふうに感じておりまして、まあ、歩きや走りとかもそうですけど、まあ、じゃあしんちゃんドロップキックっていうタイトルにドロップキックっていうのが入っておりますので、まあ、そのドロップキックのキックの仕方だったり、まあ、じゃあしんちゃんのそうですね、攻撃の仕方が毎回同じものではなくて違うものにしていけたらいいなというふうには思ってます。
1個のシリーズを作るのに3億円かかりますってことを明言したんですね。で、3億円かかるから1話は3000万円くらいだよねと。だから3000万円集まるごとに新しく1話作るねっていう、なんという明朗会計、邪神ちゃんだからできたっていうところはあって、あの邪神ちゃんだからお金なくなっちゃいましたのって言って、みんなそうかそうかなくなっちゃったかと、ってこの中のメデューさんみたいにねなってくれるっていうところは、これは多分他のあのしっかりとしたこうプライドを持つ他の作品ではできないと思うんですよね。そこができたのは邪神ちゃんならではだったなと思います。勝手か。私は今大変空腹なので、これは助かりますな。もう好きなものを勝手に食えるとは心全国ですの。ちょっとお客さん、勝手に食っちゃダメですよ。いらんからって。そうだ、進み続けるんだ。お前は私だ。私はお前に単勝にかけてたんだぞ。どうしてくれる。ユリネを殺してミッションコンプリート。ちょ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 、邪神ちゃん、借金はどんどん膨れ上がっていく。いくら寿命が長い私たちだって返済は不可能。メデューサ、わかったよ。メデューサ内臓売ろ。大丈夫、私の内臓も一緒に売るから。何を言ってるんですの。私たち生まれた日は違っても最後は一緒に。朝ヤフーニュースを見ていたら、トランプが出馬するポーランドにミサイルが落ちた、アニメが不適切認定っていうのが並んでたんです。で、あ、アニメ不適切認定されちゃったんだ、どこのアニメかなと思って押してみたら、うちで、びっくり、あのうちって邪神ちゃんかよって思って、まあ、まずすごいびっくりしたんですね。いや、まあ、確かに思い当たることはいっぱいある。だけど、 いきなりこんな言われ方することはないだろうと思って、情報を集めていくうちに、なんかどうやらカクカクシカジカのことがあって今こうなってるってことを、まあ理解したんですね。なるほどと思って、なんかだんだんその咀嚼するうちに、あの怒りがこうふつふつとこう湧き上がってきたんですね。で、なんで怒ってるのかなっていうと、多分ね、あのうちの大事な娘をバカにされてるように思っちゃったんですよ。私は最初にやらなければいけないって思ったのは、この作品に悪いレッテルが貼られることを絶対に阻止したかったです。不適切アニメっていう状態を、解決したかったです。一旦自分の主観で考えるのはやめようと、みんなに判断してもらった方がいいぞということを考え、今から1週間フラノ編を無料で配信をするから、皆さんが見た結果本当にフラノのイメージが上がったか下がったかを素直に教えてくださいということを発信しました。こんな楽しそうにしているメリューサに私のために内臓を売らせていいのか。いや、よくない。こんな楽しい毎日を終わらせるわけにはいかない。撤回しますの。どうしたんだよ、大きな声出して。内臓を売るというのは撤回しますの。もう二度と働かないという言葉も撤回しますの。私はここフラノで働いて働いて働きまくって自らの力で借金を返済する。メデューサ、私はお前をもう悲しませたりしない。邪神ちゃん、すごく大きな出来事でしたけれども、みんなで切り抜けたピンチだったと思うんですね。あの私が一人でやったことではないし、皆さんと一緒に切り抜けた、みんなと戦友になるきっかけになったと思うんですよ。あの戦いをくぐり抜けたっていうところですね。
あの時大変だったよねってことは言えるこの状態がとても嬉しいですね。なんかそこにはこう皆さんとのつながりを感じますね。これが邪神ちゃんですな。第二のふるさと神保町と邪神ちゃんドロップキックの魂、ふるさと納税を守ってみせますな。邪神ちゃんドロップキック X、 この世で最も尊いものは、それは愛だ。ある時ふっと足元見たら、あの履いてきた靴を脱いで裸足でそのスタジオにのその床にですね足をつけて、いわゆる体重乗せて、あのこうマイクに向かって体を前後しながらあの演技されてるんですね。だから声の演技なんだけど、やっぱり体全体で演技されてるんだなっての思いましたし、これだけ真剣に演技されてて、これ何時間もやってるの結構疲れるよなってのは思いましたけどね。邪神ちゃんドロップキック、開始熱波で最終回スペシャルですよ。残りは総集編で頑張りますぞ。この爬虫類アイナさんの邪神ちゃんは感動ものですね。本当に普段下水んだけども、でも本当可愛らしい一面もあったりとか、そういうところを全部うまく本当にこう何倍にもともと魅力的なキャラが、漫画で魅力的なキャラが何倍にも膨らんだのはやっぱりアイナさんのパワーだと思います。悩んだよね本当に。どれにするか、タイムトライアルだね。なんかめっちゃ種類あってね、何種類あるんだろうってぐらい、この中から選ぶね。逆に迷っちゃう。なんだかんだこのボタン、うん、柄で巻き巻き、二択で、ね、そうだよね、両面ボタンだったもんね。めっちゃ似合ってる、ミネっぽくなった。うん、かわいい。帯もかわいいじゃん。そう、帯めちゃくちゃかわいいんだよ。シュッシュと、1番、アクション、これがバダだった。これピントあるからね、たぶんね。のようだった。そう、これは一つの作品を守ろうとする家族の物語だったのだ。自分がやれることを、自分の限界を超えてやり抜こうとする、そこに打算も妥協もなかった。さて、人はいいものの、
どこに行ったらいいのか分かりませんね。あ、ここで聞いてみよう。私がちょっくら聞いてきますの。お前はここで待ってる。ああ、ジョシンちゃん、だから私とコラボすればふるさと納税でガッポガッポですの。くそ、お前が内臓とか余計なことを言ったばかりに。ん？なんだここ。ん？どうしたの？パチンコを打てない禁断症状が出てきましたの。神保町の町屋があんなことになったばっかりに。は、羽田様はパチンコでお世話になっているあの方ですな。どうか私にパチンコの必勝法を、じゃなくてユリネを抹殺できる伝説の暗殺剣を授けてほしいですな。あ、そうだった。ちょ、どうかこの通りお願いします。土下座慣れしちゃってるね。ずっこけしろ。まあ天使もいてもいいし、悪魔もいてもいいし、人間もいてもいいし、まあ邪神ちゃんなんて あんなにクズなんですけども、あんな子ですらいてもいいというようなところを、作品としても描いているし、結局は最終的に共存の道を選んでいくっていうね。いわばあれですかね、今日の世の中に最も大切なものを表現している、うん、実はアニメなのかもしれないですね。取材の間、何人もが口を揃えて言った。世界中のみんなが邪神ちゃんを見れば、この地球上から戦争も差別も分断もなくなるのに、と。一つのアニメーションを守り抜く。そこに制作者もファンも声優も関係なかった。そこにあるのはただ愛だけだった。よかったね、邪神ちゃん。